皆さん、こんにちは。葛西空です。2017年3月のダイヤ改正で、各駅停車を3本抜かす快速が登場しましたが、2020年3月改正では、その逆で、途中駅で、1本も各駅停車を追い抜かない快速が登場しました。その列車は、東陽町を、9時8分に発車する快速東陽勝田台行き。9時ちょうどに、先行の快速が発車。その後、妙典行き、東陽町止まりと続き、本列車がやってきます。8時57分発の各駅停車西船橋行きが発車。続いて、9時ちょうど発の快速東陽勝田台行きが到着。先ほど発車した西船橋行きを葛西で追い抜きます。続いて、9時3分発の妙典行きが到着。途中駅で快速に抜かれることなく、終点の妙典まで先に到着します。ちなみに、この列車は、なんと東陽社の運用。こちらも、平日に1本のみ存在するレアな列車です。続いて、東陽町止まりの列車が到着。東陽町も車庫があるので、平日朝ラッシュ後は、東陽町行きがたくさん運転されています。東陽町止まりの次にやってくるのが、今回の本来である列車。早くどかないと、次の列車が入線できないので、速やかに乗客を降ろし、車庫へ向かいます。こちらが本題となる列車。東陽社の運行です。今回は、運転席展望の映像でお送りします。珍しい列車の全面展望を西船橋までお楽しみください。次は、浦安です。浦安の次は、西船橋に停まります。南行区、両区、両区、荒木高山へお出のお客様はお願いです。お客様にお願いいたします。走行中、揺れることがあります。ご注意ください。The next stop after Brias is Nishi Funabashi.
お客様にお願いいたします。発車サイン音が鳴り終わりましたらドアが閉まります。ゆとりあるご乗車をお願いいたします。通過しますが、待避線には列車はいません。浦安の次は西船橋に止まります。浦安に到着です。Arriving at 浦安 T18. The next stop after 浦安 is 西船橋。なんと、先行の妙典行きとの間隔調整で2分止まります。次は西船橋です。出口は右側です。この電車は東洋高速線直通東洋勝田台行きです。西船橋から先は各駅に止まります。
JR 線はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。走行中揺れることがあります。ご注意ください。 The next stop is 西船橋 T23. This train is bound for 東洋勝田台 on the 東洋ラブライン。 This train stops at all stations after 西船橋。 Please change here for the JR line.電光の妙電行きを捉えました。行徳を発車して妙電に向かっているところですね。通過。対比線にいるのは対比列車ではなくて妙電止まりの列車。よく見るとドアが閉まっているのが確認できます。最近、ヘッドライトが LED 式のものに交換された 18F とすれ違い、他の編成も交換されるのでしょうか。そして、鉄橋の先にある進路表示灯が点灯していません。先行の西船橋行きは、まだバラキ中山にいるのでしょうか。青信号になったのか、加速していきます。バラキ中山を通過。ここも、対比線に列車はいません。
この先揺れますのでご注意ください。まもなく西船橋です。東京メトロをご利用くださいましてありがとうございました。電車とホームの間が広く空いているところがあります。足元にご注意ください。出口は右側です。この電車は東葉高速線東葉勝田台行きです。西船橋に到着です。This train is bound for Toyo Katsudai on the Toyo Rapid Line.高速の運転士に引き継ぎ、列車は東葉勝田台を目指して発車していきます。